えー、こんにちは、そっかじくのここでございます月収100万程度だったらやっぱり上から目線で言うでもなくてうんまあいきますよ、うん、ただやっぱりこう時給とか月給で雇われて従来の昭和型のお仕事では月収100万はちょっと無理ですよね役員とか社長とかでバンバン利益出してる会社の 経営人にならなければもしくは株式配当をも得てないとね無理ですよねでちょっと株式配当っていう話が出ましたよね今だから株式っていう労働とは違うお金の入手の方法を学んでそれを試してで結果レベルまで結びつけていかないとやっぱり月収百万いかないんですよで月収百万ってなんていうんですかねそんなにね一定期間いるんじゃないですか新しいノウハウを学んでそれを試して 試してすぐにうまくいくとは限りませんからその学んで試すことが自分の体に馴染むまでしばらく時間かかると思うんですよ。うん、それこそどんな仕事もどんな稼ぎ方も最初からうまくいくわけなくってミス,ミスをしながらね試行錯誤しながらだん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 とあ板についてきたなみたいな感じになると思うんですよね。うん、まさに板につくかまぼこっていうらしいですけども。だから最初はそんなに稼げないと思いますし ただ稼げないけどもやってることは間違えてないっていうふうなチェックが入るんだったら進められると思うんですよ。でも一人でやることのデメリットってねこれが正しいのか正しくないのかわからないんですよ。特に稼げたけど間違っている稼げてないけど正しいっていうことが結構あるんですよ。だからそのまま続けていけば大丈夫じゃないのとかね。ここはちょっと違うよと。 今たまたま利益上がったけどこれはビジネスじゃなくてこれは偶然助けられてるよみたいなことでねやっぱり勝ってる時でも油断せず負けてる時でも励まされるみたいな感じできちんと場数を踏んだ人が見てくれてるっていうのが大事だと思うんで塾ってあると思うんですよでそういう意味で言うとね塾に所属せずに自分をチェックしてくれる人がいないのに誰かに指導したりとか誰かを稼がしたり自分が稼ぐってことはなかなか難しいと思うんですよそれこそ独り立ちするまでは やっぱ言った通りに言われた通りにやるしかないと思うんですよね。で吉田さん言われてたみたいに私塾に入りながら塾を応援していたっていうね立場だったんですけどもこれはね一見何だそりゃって思われるかもしれませんけども例えば私ね野球部に行った時って、まあ、基本的に野球って先輩に教わるわけですよ。じゃあ先輩は誰からも教わってないかっていうと例えば中学の野球部だったら高校の先輩とかに教わりに行ったりね。それからああ他の 野球のコミュニティとかに行ってそこでいろんな勉強してきたりとかっていうのを持ち帰ってきて勉強してきた内容はこうだったよっていうふうに私たち後輩に教えてくれるんですよね。だから先輩がいろんな練習方法や体験をオリジナルで編み出してね架空の話で教えてるわけじゃなくて実際にあったことの中から学び方とか、うん、それから試し方とかを添えて日々の練習になってるわけですよね。うんまあ、吉田さんんもスポーツでやられてたんでそういうい ご経験あると思いますけども、うん、どっかねあのなんですかね、どっかの大会で優勝した人がどうやってそこまでたどり着いたかってことをやっぱり優勝してない人が聞いてきて、さらにその後輩とかに語ると思うんですよね。でそれしかないと思うんですようん。まあだからあれじゃないですか。まあ私が塾に入りながら自分の塾を運営していたっていうのはまあ。 結構いい形なんじゃないかなと逆に塾に入らずして塾を募集する方が難しいと思うんで私の場合だからねあのテレビでやってるようなネオフィルズのアフィリエイトとかネットビジネスっていうのを今リアルタイムで現実を教わってるんで最新の情報とかノウハウをお届けすることができますよと一気に口だったんですよねしかも私が預かったフィードバックっていうのアウトプットっていうのは皆さんが塾生さんがらいただいた疑問質問っていうのはそのまま東京の六本木フィルズ持ってって フィードバックをすぐに皆なんだったら東京にいるその現場から帰り道の帰りすからあの録音したりとか放送したりできるよってことでねやってましたけどもねだからね不思議ですよねでもね私が10年前に行けると思ってそれからしばらくして経験した月収100万それから今まで何回も何人もの人も。 実際に稼がしてきたで諦めちゃった人はすいませんけど私の力でもどうしようもなかった稼がしてあげることはね、縁が切れちゃったらできないんで、うん、だから数年がかりで戻ってきてくれた人ってのは気持ちを新たにして今度こそやろうと思いますって言ったら本当にやりますよねやっぱりねぐるーっと世の中を一回りしていって例えば手前味噌であれなんですけども、うん、私とかね吉谷さんのこのレベルでそして速度でサポートをするところはないんじゃないかなと思います。 で戻ってきた方は必ず言われるのはこここまででリアルタイムでやってるととないとやっぱどっかのコミュニティに入ってもなんか質問ができるんだけども返信がほとんどないとかねいろんな理由をつけてあのこういう事情で実は返信ができませんでしたみたいな感じでねのらりくらりしていてなんかその売る時まではお金をこっちが払う時までは一生懸命なんだけどもお金払っちゃったらもう面倒くささがありあり出てるみたいなね。 でしまいにはなんかサポートをお願いするのも申し訳なくなってきてだんだんと一人でにそういう意味で足が離れていっちゃったみたいな形になってねでも久保さんは相変わらず毎日放送してるし動画の本数も派手だし質問したらその質問したことをねなんか直接限定返信動画にしてくれたり内容によっては一般公開動画にしてくれたりとかしてこれはすぐに解決できるなってことを改めて感じたとだから 久保さんとこだけじゃなくて他を見てきたからこそああこれはすごく貴重なんだと思えるし何だったら久保さんとこで学んでるうちに以前高額なお金を払ったところはもうね解散してますみたいなねやってるかどうか分かりませんとか YouTube チャンネルの動画全部削除されてますとかね消されてますみたいな、ね、だからポツンと切り離されちゃったみたいだとでサポート期間が3ヶ月っていうけどもろくなサポートも受けれずに3ヶ月したら本当にね連絡つかなくなったみたいな、うん、なんということだみたいなとこありますけどね まあだからこそ、こうやってずっとね、ある意味、君臨してあげた方がいいかなと思うんですよ。おしつけがましいんですけども、俺はやめねえぞ、みたいなね。うん、他の人いなくなっても俺はいなくなんねえぞ、みたいな形で、うん、君臨しようかと思いますよね。あと、有名な講師の方っていうのは、確かにサポートはね、あのスタッフの方がされたりとか、なんか間接的であるのはもうそれは仕方がないですよね。だから少人数を濃く、深く、 身近にやっていこうと思ったらそれこそ人数が限られてる分国もできるんですけどもただやっぱり単価は上がり気味になりますよねサービスレベルが高いんで、うんまあ、だからねやっぱりこう数百円とか数千円で参加できるコミュニティってそれなりに、うん、まあ,あのお金を払ってる方もねそこまで要求できないかなっていうバイアスかかると思いますけども、うん、やっぱりしっかりとした金額払うからこそ 細かいサポートもできるし、あのやっぱり依頼信じてお金払ってるんだからちゃんとやってくださいみたいな気持ちにもなると思うしそれが分かるからまあそういうこと関係なくねこう、密なサポートするのが好きなんでしょうね私たちはね吉田さんねそれによってだってサポートすることによって私たちも鍛えられるわけなんでただ自分の塾にたくさんの人入りました質問通告全くありませんお金だけ入金ありました確かに楽ですよ楽なんですけども ななんんかね、そうじゃないんですよやっぱり皆さんの疑問を解決するためにいるんでそのための価格設定なんでね疑問がない人はそもそも入らなくていいって話になるしせっかく入るんだったら疑問を一つでも多くねぶつかった壁の数をたくさんあればあるほど投げかけてほしいなとだって吉田さんね私たちは多分こうやって 日々発信する人の中で何年 ?5 年とか10年とか20年って他にいないですからねたまに活動する人で10年ってのはいますよ、ね、なんか物売りたい時だけフラッと出てきて広告売ってみたいないますよそれで5年10年って私たちは広告売ってないですから全然ねただこうやって再生数の少ない動画をたくさん出すことによってここまでできるんですよとここまで親民にできますよってことをね、うん お話しながら、うん、だからなんかこうアクセスを高めるための工夫なんてめったに使わないですからね、うん、それこそなんかハッシュタグすら入れなないいみたいな <laughs> そんな感じでやってますしそもそもこの億万長者合宿の動画って何なん,なんやみたいなもうセールスも終わってるのに <laughs> あれから3年あの言ってみれば無駄な動画のやり取りしてるみたいな感じですよだからお金にならないことでもここまでできるんでお金がかかってることはもっともっとできますからねまあ そういういところを見ていただければなと思いますこれからもね5年10年20年とこのペースでやっていきますんで多分見る方が根負けして見ていかない見ていけないと思いますじゃあいってらっしゃい。